はい、平成29年度の愛媛県厚労省の受賞者について発表させていただきます。受賞者は県政の進展に顕著なご功績のあった方々の中から選考しまして、今年度3名の方々に提示をさせていただきました。受賞者を年齢順にご紹介させていただきます。まずは、倉原一郎さんでございます。倉原さんは年齢は88歳、松山市にお住まいで、昭和44年放射線科医院を開業され、以来地域住民の健康保持増進に努められるとともに、集団検診における診断制度の向上に取り組まれるなど、地域医療の発展に尽くされた方です。また昭和48年から愛媛日華親善協会会長として、高い見識と誠実な人柄で台湾の友好を深められ、来県する留学生の支援やスポーツを通じた、若年者の交流に尽力されるなど、国際親善活動にも多大なご貢献をされました。さらに昭和36年に愛媛県ホッケー協会に、昭和49年には同会長に就かれまして、高校ホッケー部の指導をはじめ、青年男女チームの結成や愛媛国体を見据えた小中学生のクラブの設立に尽くされたほか、日本代表チームの誘致合宿の開催や、子どもたちを対象にしたホッケー教室の実施等を通じ、競技人口の拡大と技術の向上に努められるなど、強い信念と使命感を持ってホッケーの普及発展競技環境の整備に寄与された方でございます。2人目は森常雄さんでございます。森さんは年齢は80歳、今治市にお住まいです。昭和38年、地域住民の支持を得て今治市議会議員に当選し、以来連続10期40年にわたりまして、地方自治の確立と市政の発展に尽力されるとともに、昭和51年、平成14年に議長を務められ、議員としての豊富な経験と卓越した知見を生かし、円滑な議会の運営と住民福祉の向上に貢献された方でございます。また、来島海峡大橋の建設に関しましては、自転車歩行者道の併設に尽くされたほか、昭和50年に愛媛県サイクリング協会副会長、平成12年には同会長に就かれまして、優れた先見性と指導力を持って、自然美豊かな来島海峡を望むサイクリングターミナルの誘致整備に取り組まれ、サイクリストの聖地瀬戸内しまなみ海道を代表する自転車観光の拠点施設に育て上げられました。こうした下地があればこそ、現在の愛媛県における自転車新聞化政策にも結びついているというふうに思います。さらに今治サイクリング協会会長や今治地方観光協会会長も務められ、瀬戸内しまなみ海道サイクリング今治大会、また、ツール・ド・多摩川という新たなコース設定に伴うイベントの開催などを通じ、交流人口の拡大、地域観光の活性化に寄与されたのでもございます。3人目は林正輝さんでございます。林さんは年齢は77歳、宇和島市にお住まいです。昭和37年の西三浦農業協同組合を売り出しに、経験と実績を積み重ねられまして、平成5年から宇和島農業協同組合専務理事として地域農業の発展に尽力され、高い見識と指導力を持って宇和島近隣の7農協の広域合併の実現に努められました。平成9年に愛媛南農業協同組合常務理事、平成16年には同代表理事組合長に就任されまして、運営体制や経営基盤の強化に大きく寄与された方でございます。また同じく平成16年に愛媛県農業協同組合中央会に、平成22年からは同会長として豊かな事業経験と卓越した経営手腕を生かし、農協経営の刷新と組織の合理化に努められるなど、本県農業の活性化に多大な貢献をされました。さらに愛媛県信用農業協同組合連合会経営管理委員会会長、
愛媛県厚生農業協同組合連合会代表理事会長、全国農業協同組合中央会代表幹事の要職に就かれまして、農協の経営安定化と信用事業の信頼性の確保、組合員に対する福祉活動の推進に取り組まれるなど、農協の健全な発展に尽力をされた方でもあります。以上が3名の方でございます。次に授賞式でございますが、愛媛県厚労省は定例の表彰としては本県における最高の知事表彰でございますので、受賞者の栄誉を県民の皆様にこぞってお称えいただくため、各会の代表者の方々をお招きして11月3日の文化の日に県庁で実施をさせていただきます。以上です。